アナムシャルです。今回ですけどもこちらカジノ来ましたよ。ベルギーのカジノ、なんと撮影許可出ました。人生初めてのカジノなんですけど、今回ベルギーに持ってきてたユーロ全てと、ベルギーに持ってきた日本円全てユーロに変えてきまして、これだけ持ってきてます。ちょっとパッと見分かりにくいかと思うんですけど、これ日本円にするとおよそ100万円ぐらい、これ全て使います。今回ね、ゼロになるか、これが1000万になるか、どっちかまでやろうかと思ってます。どんなカジノか分かんないんで、もしかしたらこんなかけれないかもしれないですけど、とりあえずそういうつもりでいきます。やりたい。いろんなことあったけど、こう YouTube 初めて、 YouTube 初めて一番今俺楽しみ。今回俺はカッコつけて100万一気にバンって出したいけど、それとあっけなく終わったら面白くないから、もう自分も楽しみながら、でもラストという時間になったらもう持っとるもん全部かけます。全掛け、全掛けやろ、オールインやろ。オールイン男ならオールインでしょ。まあ、さ100万持って帰って何か意味ある。割った全員100万渡して終わりやろ。よし、そういうことよ。誕生日5月29日5と2と9、まあ、あとは適当にかけとこう、この辺に、あ、ここにかけよう、1列お、いった5来い、29来い、10、あ、楽しい、ちょっとマジ怖かった、もう29本芋や、おえ、おお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 おこれなんか29来たらやばいことあるね。29やっぱ行くべきや。29来たらもう1000ユーロ超えると思う。必勝法、必勝法よこれが。これ29の法則ですよこれ。おおおお、また来た、また来た、また来た、どれ、また同じとこ来た。32、また300、これ、おい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 、ってことは300、うわーい、勝った、勝った、やばい、もう一回行こう、もう一回、勝ち越した。29の法則ね。一回29見るまでは、この日の目を見るまでは俺29かけ続けたい。マジ楽しいな、かけ金がこんだけでも楽しいわ。こんな、惜しい、22、うわー、22、惜しい、22、惜しい、29のゾーン行くしかないな、これは。一旦とりあえずここはもうブレずに行こう、ここなくなるまでブレずに行こう。おっ、何も、よし、来た、28、ウェイ、来た、すごい、ウェイ、360ユーロ、360、めちゃくちゃ勝ってるよ。にしよう、俺も領土を境目にしよう、領土境目にやっていこう。あ、言ってもだ、よくわからんこと言ってもだ、よくわからんかけ出してもだ、もっと綺麗にかけたかったら、なんかちょっとめっちゃ微妙なかけ出してもだ。スキップみたいな気持ち。おお、23、来たマジ、え、やばいの来た、やばいの来た、23、22.5 かけとる、ジャンプしゃ、おお、ドンピシャ、やばい、やばいの来た、やばいの来た、やばいの来た、ええ、ダメセンティアロー、え、やばいの来たね、これ、いくら、おお、なんで、1000、えいや、あの相馬さんはですね、ここ入ろうと思ったんですけど、パスポートを忘れててホテル今取り替えてます。だから後から来ます、多分相馬さん。考えてちょっと範囲広げた、当てるまで範囲広げていく、勝ち癖つけてからだから、買った時にレッチで勝つから流れが悪い。どうだほうやん、これも当たるまでローズかけ続ける、一旦もうここ当たるまでブレへん。11、来た来た、イエス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 、まあ一も何回か出とうやろ、そのヤバいのではないけど、でも多分結構来ると思う。オーケー、270ユーロ、1000ユーロ切った、これで負けた1000ユーロ切る、あったローや、11、いや渋い流れですね、これはローに来るっていう流れ信じる。え、ここで27来る、うわー、やめたくなる。やばい、今の超かわいい。カジノしただけでめっちゃ汗かいてったもん、普段は汗かかんで、俺が気持ち整えていいですか、めっちゃ来るな、ほんま、うわ、黒だ、あ、29、来た来た来た、ど真ん中来た、29、ど真ん中来た、うん、やばい、来た来た来た、いくら来た来た来た、ど真ん中来た、なんぼら、ど真ん中来た、29来た、29来た来た、信じ続けた、29、やばいじゃん、まさかの600、うわー、すげー、やばい、1400、1500、うわ、一気にここですごい、信じ切った、信じ切った、29、やば、29の奇跡、俺マジ、信じて勝ったからだって、もう29なんてやっぱ一気にもう逆転、逆転、なんぼ今1500ユーロ、ドーン来た、全員29くり始める、全員29いこう、5人29乗り始めた、これは乗っとかないです、あ、それでも29ホイモン乗ってみた、全員29ホイした、機械熱があるから、普通あるよ、そう、あー、あ、でも32、来た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 、360、うわー、やった、イエス、
イエス来た。これやばいよ。来た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 。いくら？え？これやばいと思うマジで。800でいくら？10万。40万が実。40万が実っすよ。マジ？マジ？どう？すごい。はい来た。すげえな。もうなんかすごい刺してるかのような感じでやってますもんね。もう騎士みたいに見てきたもんね。確かに着物前まで。はい。ハブさんですね。ハブさん。これはまあちょっとまあぶっちゃけここの番号があんま来てないから。もういつか来るやろうと思って立ててると。とりあえず一回当てたいなっていう流れってやっぱあるから、もう流れ掴んだらもう一気に行くからズドドドドンっていくから。いやおいや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 来た、やばい、ビンゴ来た。ビンゴ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 800。うわーよし、10ユーロ買った。10ユーロ、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 何ユーロ？800ユーロ。はいねハムギャブラ、スーパーギャブラ。俺は多分これ生活した方がいいんですよ。YouTube やめる？やめます。もっとレートがちょっと低すぎるんで上げたい。ベッドする感じ上げたいです。だからラスベガス行きましょう。ここです。次は順番にやっぱ回っとイメージ。一桁も来てないから最近、そこはもう一桁来るかなっていう。2来た。めっちゃかけてるこいつ。めっちゃ来てる。当たってますから。えいし。普通だって逃げてきた。270多いな。どんな声？願った声。いやー。マジ？ゼロ。ここでゼロ。ゼロってやばいの？いや今初めて出すよ。ゼロ高いんだ。多分高いです。一番高い。ゼロ来たか。まあもうあれは読めへんわな。ゼロからゼロ来る俺見たことあるんで夢。夢？俺ゼロからゼロ来る夢見たことあるんで、ほんまに。ガチで。やっぱりそういう夢みたいな俺。え昔みたいなそういう夢。ゼロマジでマジで。え怖い怖い。うわーやばっ。怖い怖い怖い。いや俺夢見た。こういう夢ゲー。いやマジや言って夢見たって俺ほんまに見たよ。7万弱ぐらい。7万弱ぐらい見たやつそういう夢。マジで言ってる。いやマジでマジで言ってる。マジで嘘つかない。衝撃映像や。衝撃映像見たんですよ。怖いですね。ちょっと連続じゃないですか。ほぼ命令連続で、ありえないと思う。だって多分36×36だから1000分の1とか。光がゼロになった瞬間に俺停止ボタン押しちゃった。超変形すぎて。あまゼロやばいでしょ。俺らかけんの。カリスマじゃんこれ。もうマジギャンブル感や。もう停止ボタン押しちゃった。俺もう停止ボタン押しちゃったんですか。ちょっとオーラに引いちゃったんですよ。やっぱもっともさ33来た来てるやん。来たうわ来た。やばいぞこれ。33来てるっすよ。来てる。うわ5457万ぐらい。またいくら買ってんの。連続で14万買ったんすよ。自分の世界に入り出したんでヤバいっすよ。多分これモードがもうちょっとルーレットに愛されてますね。首の皮一枚結構いくんじゃん。おー100おーおこっからおさだけちゃんとリッキーのやっと出てていいですよ。どうせ負けないで大丈夫です。
俺がいれば勝つんで、このゲーム。負けないんで。なんか俺にボール当ててください。作戦光るで。見えた時はもうみんな食べられなかった。相馬さんの言うことも絶対聞かない。来た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 。オッケー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 、最低限最低限最低限、そんなに多くはない、これ言ってみやすい、300ぐらいじゃないかな、いや、もうちょっと、まあまあまあ、知るわ5万5万のやつが知れてる、こっちもちゃんと来てるから、来るよ、何も来たんすか、135ユーロ、おおおおおおいいじゃん、オッケーオッケーオッケー、今日も大丈夫、このペースは出ていけば、このペースは出ていけば、いずれね、 You're happy boy、 そうかー、めっちゃ負けないんだ、あ、負けない、いいぞいいぞ、バチバチ立ってきたぞ、負けはないか、どんだけ勝てるかね、あとはどれだけ伝説残せるか、その動画で、楽しい瞬間ってあるんじゃないか、確かに、でも海外行く理由もカジノだけで、マジで行きたかったらしいかラスバイス、もっとでかいわけやもんね、かける金額が、何倍もでかいって、もう来たる日が来るまで俺はもうかけ続けよう、なくなってもいいから別に勝負しようっていう、うわあ！来た！え？来た！ってことは？いくら？いくら？いやいや、1500。マジマジ？1500。え？うわあ！1600。うわあ！はい、というわけで。閉店の時間みたい、来たみたいなんでね、こんな感じで終わりです、僕のやつはいろいろ何やかんやったりとかして最終的に6168ユーロ、まあ僕のスタートが2700からで、余ってるのが1800あるんで900ユーロからスタートして6100まで出たんで5000ユーロ勝ちですね、やばいって、だから70万すごいね、近くですかね、まあ、勝ったというやった方でしょ、これは、いやすごいですよね、積み重なってきた感じですよ、やっぱベッド数が限られてるんで、どんだけ頑張ってももう増えない、時間かけないときついから、時間あれば100万いってましたね、そんな気はします、まあでも初めの一歩、まあまあまあ言ってもらえます、序の口始まって、上昇、ここからまた次は別の国で別のステージでありましょう、ハハ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 、それ以外全員負けてるもんね、全員損って負けろって考えたらそういうもんだよ、ただ俺が勝ちすぎたのあまりに勝ったと知ってるもんだよなみたいな言うとしたけど、これも普通だったね、でも全員が負け俺がもう言うよ、そういうことしてるもんね、おめでとうっす、そんなのバンバンで勝ちってことチームに勝ったわけ、よっしゃよっしゃ、グッドプレイ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 、ボスが最高で20万勝ちだったから聞こえました、いや言うな言うな言うな、Thank you、 終わった、あ終わった、8000ユーロ、スタートが2700ぐらいからだったんで3倍ぐらいなりましたね、だから持ってきた時より多いもん、俺一人で全部全部で全部のやつが多いもん、全部で7000ぐらいでしょ、6000ちょいっすね、6000ぐらい一人で8000になったっていう、鬼やん、一人でマジ3人分の活躍をしてしまったっていう、やばちゃんと聞いちゃう、聞いちゃう、音がいいもんな、もうなんかお金生み出しとろうと、うーわー来た、わー、おーすごいぞ、200ユーロマジとかできる、オッケー、8000ユーロ、はい、というわけで人生初のカジノやってきたんですけど、ちょっとヤバかったっすね、楽しすぎた、もう時間忘れて多分やってて4時間ぐらいだったんですけど、結果的には個人的には70万ぐらいあって、おそらくトータルで見ると40万30万ぐらいかしらって感じで、もうちょっと次海外行った時はもうちょっとレベル高いとか査定金が取れたらもうほんま1000万ぐらい持ってありがとうございました、おはようございます、じゃあ日本帰りますか、楽しかったです本当にベルギー、いい思い出しかないですね、本当に来てよかったなって心の底から思う、初めての海外旅行だったかなって思います、じゃあみんな待ってるんで帰りましょうか、ちょっとなんか名残惜しく感じるわ、もう一度来たいと思った初めての海外の国やったな、料理もうまかったしやれたことも充実しとったし、帰りますか、なんか寂しいですね、いやめちゃ寂しい、なぜか知んないけどもこのホテルの写真撮っちゃったもん、なんかもう1ヶ月ぐらい住んだような感じしません、いやマジでちょっと1ヶ月、5日間やけど1ヶ月ぐらいの、あ、まあ、ノーミスな、笑うね、笑ってたな、なんか今おい、それ見逃せなかったわ、ひも黒縁メガネ笑うなよレンズの底厚すぎるやろお前、牛乳瓶で蓋かお前
遅くなっとるな。しゃあないじゃん、視力悪いんやから。返しもそうだよ。しょうねえな、お前。とりあえずもう本当、アイビスのホテルに謝って、すいませんでしたね。お前ちょっとカーブ映したろ。ご飯ですよ。すいませんでした。すいませんでした。どこに謝っとんねん。すいませんでした。この顔で突っ込んどってなかったらめっちゃ腹立つな。お前カメラの外やからってお前ちょちょんなよお前。ほんま目が疲れてるんですもう僕も。楽しかったでしょ。でも楽しかったですもちろん、うん、はい、うん、貸して、はい。ベルギー版のヤンマー聞かしてよ、うん、ヤンマーね。ベルギー版のこんな状態で一言でその気持ち表してほしいよ。ベルギー来た時のヤンマー5 はい、日本に帰国しました。相馬さん、今回ベルギー旅行、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、まあ、相馬さんの借金、今回はもちろん減ります。ああ、ありがとうございます。およそ5日間による旅、はい、まあ、今回ね、すごい動画も撮ったんで、はい、5日間で、切りよく100万円で。おぉニット20万もうだからこれで相馬さんの200万僕が貸してたやつも僕らも50万切ってると思う。30万とかですよ多分。早っ、驚異的なスピード。もうちょっとだから返済終了と。うわー、すいません。だから相馬さんとの動画のシリーズもこれでもうすぐ終わりと。ああ寂しくなりますね。そうですね、やっぱり。まあまあだから最後まで楽しみましょう。そうですね。そんな淡々とされてもない。この間相馬お疲れ。おい、早い早い名残惜しもうや。もうちょっと名残惜しもうや。ちょっとラマさんにドッキリ仕掛けていこうと思うんですけども、はい、今回のドッキリね、ちょっとね、過去最大規模です。仕掛け人がね、ここにいます。傭兵部隊の皆さんです。お願いします。よろしくお願いします。傭兵部隊を雇って元自衛隊のラファエルに制圧してみた。